え平野さん、はい、今日のテーマは大阪市長選でございます、うんはい、え今日大阪市議会で橋本市長が辞職を申し入れまして、うん、これに対し大阪維新の会以外の各会派は 不同意っていうんですね、同意しません。はいねまあ、つまり、辞職は認めないやめ。やめたくてもやめられないというか、橋本さんにとっては思わぬ展開ですよね。そうか、そういうことなんだ。えー、で結局、橋本さんは二十七日に、まあ、自動的に失職するということなんだそうです。うん、で市長選が三月二十三日、投下票と決まりました。うんうんはい さあこの市長選にどういう意味があるのか今日は話し合いたいと思います、はいえー、今日はですねそういう意味では大阪市政にとって大変大きな節目の日なんですねその日のこの当日の夜に、えー、お三方にこのスタジオに生で来ていただいております、うん、市議会の3つの大きな会派大阪維新の会 公明党そして自民党の方々にスタジオにお越しいただきました、はい、ま3人の方はそれぞれ大阪都構想について話し合う法廷協議会という、はい、この会のメンバーでもいらっしゃるので、うん、大阪都構想には大変詳しくていらっしゃいます、はいえー、まず一言ずつあのお話をいただく形でご紹介していこうと思いますけれども、えー、まずはですね今日の大阪市議会で橋本さんのお辞職に対して同意しませんよ、はい いう演説をなさったのが、自民党市会議員団幹事長の柳本明さんでございます。柳本さん、こんばんは。んんはね、どうもよろしくお願いいたします。あの今日はまあ何十分の演説だったんだと思います。はい、それをここであのやっていただくと番組終わってしまうので、<laughs> 1>, 1分ぐらいにまとめて<分>どうして同意できないのかというのを教えていただけますか？ はい、あのまずですね。あの同意不同意によって、そのあの違いによってですね。あの、我々議会が決して、その橋本市長の辞職を止める権限があるわけではありません。うん、まあ、しかしながら、我々は不同意という結論にいたしました。はい、まあ、その理由といたしましては、今なぜ？ 市長がその職責を放棄して辞職する必要があるのかということについて、あのどんな意味があるのかというふうにはじめ橋下さんおっしゃいましたけれども、意味がわからないんですね。私もうわからないから今日はぜひ知りたくてなんですが、あのヤリモさんは意味がわからないと仰ってる。で、姿勢を混乱させ市民に大きな負担を貸すだけのこう選挙をですね、なぜする必要があるのかというような疑問を我々は持ってます。で、それはなぜかと言いますと、その橋本市長の辞職会見の中で、まあ大阪都構想 その是非を問うわけではないというふうにおっしゃってました、はい、では何ですかということになりますと、うん、まあ設計図を作らせてくださいまあ、とりわけ自分たちがスケジュールとして持っている今年夏までに設計図を作りたい大阪都構想の設計図を作りたいということで、うん、えそれを推進するにあたって選挙で民意をいただきたいんだというような趣旨だったんですね、はい、ところがこれは政策の是非ではなくて議論の進め方の話なんです、うん、で進め方の話というものは本来まあ、首長である 市長が、えー、各会派なりそれぞれ市民代表として選ばれている議員に、ねえー、一定の納得をもらいながら、うん、そしてまた議会としっかりと意見を交わしながら一定の方向性を定める責務があるというふうに我々は思っているんですけども、はい、その職責を果たさずして、えー、選挙という形での戦いを挑むというのはいかがなものかということで意味がわからないということなんです。なるほどそれとあととあもう一つ不動員させてていいただいただ理由ししましては 2>、はいあのー、今2月3月3の、えー 通常であればですね予算編成の重要な時期なんですね。 この時期に選挙をすると辞職をする姿勢を停滞させるということは非常に大きな市民に負担をかける行為であるということが言えると思います、うん、まあそういった内容についてまあ賛成できない同意できないということで不同意という結論を導かさせていただきましたなるほど自民党の柳本明さんでございました、うん、じゃあ続いてですね大阪維新の会大阪市会議員団団長の酒井義和さんですこんばんは,んばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの今 のような柳本さんの見方もあるわけですけど橋本さんは辞職するということしか選択肢はなかったと井さんんはお思いなでですすかそうですあの今の日本のねこう民意をお聞きするというこういう制度としてはね、はい、橋本さんのように今回のように我が身を捨ててしかしあの民意を聞きたいというあのこれにはこういう方法しかなかったということなんですよ。 うこれしかなかなった、うん、あのラジオネームカレーに醤油さんという方がもう早くもです、ね、質問を送ってきてくださってるんです <laughs>、はいえー、今回の辞任について <laughs> 維新の会の皆さんは橋本さんのこと止めはしなかったんですかとこれは実際そういういろんな意見というのはございましたか <laughs> 止める人はいなかったですね。 あのやっぱり慎重論はあったんですけどもやめない方がいいっていう慎重、ね、いややめない方がいいというか、はい、まあ時期ですよねあ今やじゃないとあのなぜかって言ったらね、ええ、我々大阪維新の会っていうのはあの統一地方選挙でまあ府議会では過半数をいただいてで市会でも、えー、大統にさせていただいてでダブル選挙では圧勝しましたで これは、ねあのーまあ、民意としてね、うん、あの都構想を進めてくださいという、<coughs> こういう民意だと私たちは考えてるんです。はい、でそれはマリフェストにも乗せて、えー、戦いましたんで、だから私たちとしてはその有権者の人に対して、あのー、都構想をやりますということを約束してるんですね、うんで。この約束を果たしたいということで、一生懸命やってるんですけども。うん これを妨害すするる人がいるんですよだからそうなってくるとねあの我々としてはあの最終的にその主権のお持ちの有権者の方にあのどうなんですかということをお聞きせんといかん、うんまあ、そういうためにはあの3つぐらい方法があるんですけども議員が全員辞職するとかですね、はい、それから市長不信任にするとかですね、えー、あるいは 秘書がわが身を捨ててでも民意を聞こうというような方法とかですねあるんですけども議員辞職は取らない議員辞職を取りたかったんだけども我々だけ議員辞職したって意味ないんですこれ全員がね辞職しないとだめなんですよ、うん。議員の構成が変わらないと維新、うん、の会としては意味がないっていうそういう意味ですね。 あの総理大臣が解散権を持ってるというんであればね。あの民意というのは非常に問いやすいんですけども。まあ、移民を問うには、あの橋本さんが辞めざるを得ないんだというのが、坂井さんのお考え。そうです,、ね、ですね。はい、維新の会の坂井さんでした。では、続いて、公明党大阪市会議員団副幹事長の辻義孝さんです。辻さん、こんばんは。こんばんは。うん、よろしくお願いします。あの公明党はですね。はい、まあ、あのう、ー。 市議会では最大会派が大阪維新の会、そして2番目に大きな勢力が公明党なんですよね。うん、で,ねで、これまで橋本さんとは選挙協力も含めて、はい、あのうまくいっていた良好な関係だった時期もいろいろありました、はいな、長くありましたが、はいえ、今回は橋本さんの辞職を認めないという立場いやもうびっくりしましまたよね、えー、というのはあの、31日1月の法定協議会がありましてね。はい まあ粛々とまあ意見改靳をして、まあ、この時期によ4つから1つに絞るっていうのは案が今4つで出ててそ,そのうちの1つに絞りたいというのがなぜそれがダメかというと、うん、まあステージの違いもあるんですけど今第2ステージでそもそも橋本さんと松井さんが作ったパッケージプランの中ではですね、うん、第3ステージが終わってから区割りを決めましょうという段取りになってたわけです。はい でそもそもこのパッケージプランの中身の中で一番重要な財政シミュレーションというのがあるんですけども、うん、その財政シミュレーションの中に随分不備が見つかりました<う>このままでは特別具が成り立たんのではないかということで私どもはデータの開示をいまだに求めている段階でリプライがまだないんですよまだ解除されていい。そこの土台がしっかりしてなくて具合だけ決めてしまうっていうのはちょっと時期尚早ではないかなと。 いうことで<ー>、えー、反対をしたんです、はい、で、そういう法定協議会の中で浅田会長が反対の方が多いですねということで四、うん、案でいきましょうということで次の絞り込まなで、はいよつのって話を続けましょう,うでと会長がおっしゃっ,っ,しゃって2月12日に、えー、次の法定協議会を決めはったんです、うん、でそこで松井さんが手を挙げてもう一度確認しますとやりはってで賛成は維新だけですねとこれで終わったんですよ で橋本さんはそこに何の意義の申し立てもなかったし橋本さんも法定協議会の中のメンバーですよね松井一時もそうですそうでです。はい、で次やらないという話はそこで出てないんですあ全く出てないです次は2月12日というスケジュールが決まって終わった、はい、で最終的にまた12日やりますで終わったにもかかわらずですね法定協議会以外の場外でああいう発言をされて法定協議会はなってないと それならば法廷協議会にもう一度出てきてですね、やればいいんだけれども12日の法廷協議会は延期期限が決まってない延期理由は付されておりませんでした<ー>非常に残念な気持ちで私たちはおります。急に橋本ささんが公明党批判、攻撃をなさいましたけど、これは…うん これも意味が分からないんです今まで私どもは、はい、あの共にですね協議を進める中で、はい、都構想をたるものはどんなものなのかということで、うん、大都市の在り方については疑念がありましたから、えー、グローバル競争社会の中でですね、えー、都市間競争に打ち勝つ都市を作りたいというのは私たちの思いでしたからね、はい、だからパッケージプランについても丸呑みするのではなくてしっかりしたものを作って、えー、市民に見せていこう協定書を作っていこうという質疑をしていた。 でそれについては橋本さんも松井さんも浅田さんまでもがですね建設的なご意見を公明党から頂い,いているとい、ね、そういうふうにおっしゃっていたんですよ、はあ、だからあの、えー、なんか急に怒られる言われは私はないなというのは実感ですよね。はあ、裏切られたという,、はい、うは反対ですよ、発言を。<laughs> こちらの方がなんか裏切られたような気持ちだったんです。 はあ、今までのあの言葉は何だったんだろうかっていう。先週のゲストのジャーナリストの吉富裕二さんはいろいろ取材なさった中でおっしゃってたのはあの公明党と維新の関係について一言で例えて言うと離婚届で。<laughs> で <laughs> もう公明は離婚の判をしたっておっしゃってましたけど。結婚してないので。離婚はないと思いますけど。なるほど、このあたりの詳しいところまた後ほどですね。<laughs> あのう、医師の酒井さんにも伺いたいですし。ええー、皆さんのリスナーの皆さんもここを聞きたいというご質問、たくさん終わりかと思うんですね。うん、どうかお寄せになってください。うん、ファックスの場合は、零六、六八零九の九零九零、六八零九。

まず特集前半テーマはどうなってんの都構想でございます、うん、平野さん、まずもってわからないのが、はい、都構想の議論ってどういうことになってるのと今のお三人の話で少しずつは見えてはきたんですけれどももともと都構想というのは大阪市を解体して大阪府に代わる党と特別区に再編するというもんですよね。うん、で区割りをどうするかっていうことについては市議会ではまだなんですよね、議論されてない。うんで 先ほどから話が出ている法廷協議会というところで前の段階としてて今話がされています、うんでえー、4つの案が出されているんだけどそれを一つに絞りたい橋本さん、うん、でそれはあの協議会としてはいやいやそれはまだですよということでそこのところが否決された、まあ、そこからですね出直し市長選という方向に行ったんですけど。 まずあの維新の酒井さんに伺いたいと思うんですが、はい、なんで今1つの案にしないといけないのかこれはあの自民、公明の柳本さん辻さんからも今、疑問が呈されたところだと思うんです、はい、これなんで今1つにしないといけないんですか。あのー、一つににんといかんといかう前にですね、はいはあ あの法定協の状況が今どうなってたのかというのを理解してもらいたいんですよ。先ほど<で>だいぶ辻さんが説明してくださいましたけど法う協というのはね、はい、あのこれは国会議員の方が議員立法をされてね、うん、で特別区を設置するための法律に基づいて作られてる協議会なんですよ。はい、でしたがって特別区を作りたくないという人はね あ,のあるいは作ることに反対いう人はこの協議会に入る必要はなかったんですよね。です、はい、でそれは議会があって議議会で例えばこう府議会であればねあの自民党の宗清さんだったと思いますけどいい質問もしておられるしそれから、えー、公明党の清水さんなんていうのはあの 交際比率ですね支出交際比率についてあの言いい質問しておられるし、うん、これはそういう議会でででやるることができるんですよ、うん、でしかしこの法定期はそうじゃないんです区割り案を決めるのが仕事だから区割りを決めることに参加しようという積極的なない人は入らない方が いうこと、ね、あの例えばねこう民主党の場合はですね、ええ、特別区設置の協定書の作成をしないという議決もすべきだということを言ってるんですねでそうするとこう趣旨が全然違うんです。そうですね。じゃあ、うんあのー、法廷協議会というところは大阪都構想を進めたい人だけが20人。 入るべきもんなんですか<の>柳本さん自民党の柳本さん,んあのそうではないというふうに思いますね、はい、確かにあの法定協議会という場は特別区を設置していく方向についてその設計書作りについてえまあ議論を戦わす場だというふうな認識は我々は持っております、はい、まあしかしながらあのその法定協というものの前段に、はいえー、大阪にふさわしい大都市制度推進協議会いわゆる条例協と我々呼んでいるものがあるんですけども<う>えっとそのステージからえー、法定協議会に行く 過程においてですね橋本市長がその法定協議会においても、まあ、反対意見の方々も入っていただいていいし大阪都構想以外の議論ももちろんしていただいていいという話もありましたので、うん、参画させていただいたというあの前段がございます。うん、それと合わせて言うならばあ、うん、あの我々もまあ反対の立場で議論に参画しておりますがただその請求書作りにあたってですね当初維新の会の方々がおっしゃってたような理想と違う部分があるんではないか はないですかという疑問を呈しながら議論を進めさせていただいてますので決してその設計書作りに対して後ろ向きなわけではなくて、えー、おっしゃってた設計書を作るにあたっていろいろ課題があるのであればそれは十分に議論を戦わせた上で進めていかなければならないんではないですかということを主張させていいただいております、うん、リスナーの方ですね2代目道之助さんという方は大阪都構想を4年間で進めなくてはいけない決めなくてはいけないその理由が分かりません。 とおっしゃってるんですね。これは医師の酒井さん、なんでこういう期限付きなんですか。あの、こう実現するというのとね、はあ、それからそこまで至るというこの手続きですね。で手続きは我々はね、やっぱりこう先ほど申し上げましたようにマネストで約束してますから進めたいんですよ。しかしあのそこんところでストップされたらね、ええ、こう四年どころか。 十年ぐらいかかるんですよ。橋本さん十年かかるっておっしゃってま、うんうん、あのコメントの辻さん。いやかかります。これどうですか。いやあの今までこう議論をねしてきて、はい、まあ都構想反対だという、まあ共産党さんや民主党さん、また自民党さんもそういうスタンスですけども、いっぱいヒントがあるんですよ。 言うたら特別区を作る中でさっきも言いましたがデータのミスがあったりこの部分おかしいんじゃないか大都市局さんっていう部分を的確にやっぱりね皆さんん指摘してるんですよねあ今のではうまくいきませんよという部分うもちろんそうですよ、はいま、ね。うんうん 東京都ともまた違うんですよ東京都の場合は戦時下において帝と東京を作っていく、まあ、言うたら戦争を、えー、勝つためにあの都市を作ったわけですから東京府も東京市もすべて解体して編成をしたところが今回の大阪と構想なるものの実態はですねまだ特別区設置という大阪市の解体しかないんですよ。大阪府ののの再再選はは編には入っていないといななととうことなので、うん、東京の もけけないわけですよだから反対派の人も含めてですねいろんな意見を戦わせながら本当にできるものは何かということで探る ここれは大事なことなとんで非常に参考に僕はあの反対の方の意見もなってるというふうに思いますし橋本さんも柳澤さん言われたようにどんどん言ってくださいと最初おっしゃってましたで都市内文献っていうのをね自民党さんとか民主党さんも主張されていたのでその案でもいいですよなんていうお話も出たんですよつまりいろんな要素を加味しながら大阪オリジナルの都構想を作っていこうという流れを実は作るべきだったんです。 そ,そ,そもそも議,議論のベースがですねあのなんか揺れ動いてますよね、土台が。あの財政効果が当初、あのえー、松井知事はで、ね、4000億言ってたでしょ 4, 億円で橋本さんは今、はい、900億ぐらいと言ってますけども、はい、お共産党なんかの試算では9億とか一体、うん、あのこれ、どれが正しいのか。 維新はちゃんとその辺のその設計図っていうかあの作らせてくれないと言ってるけどこの設計図をきちんとやっぱり示して議会の皆さんの同意を得るっていうのがこれまでやるべき、うん、あの責務だったんじゃないですかなんですよいやだからそれはやったらいいわけでや,あ<の>やったらいいっていうのはいや,いや法定無視してやいやいや法提供をやったらいいわけでしょ、うん、だからそれをまた開かないという話になってるんですて 反対なんですよこれ。いやいや、それは反対。二月十二日の予定のものは流れたんですよ、ね。二月ですか？二月はね結局争点になるのが、ええ、この構成が正常ですかというのを我々は <laughs> あの問題提起するんですね。すみません、何が違ってんですか？<れ> <laughs> あのね、だからこれ。維新の栄さんは？はい。例えばね、<う>あの、えー、これはですね規約というのがありましてね。 でその規約のですね法廷協議会の規約ですかそうなんですで辻さん今あの,<条>さんの辻さんは佐川さんの話を聞いていや,いやそれおかしいとおっしゃったら絶対おかしい6条の六項でね、えー、会長及び委員は協議会の目的に従い誠実にその職務を行わなければならないとなってるんですはい。 職辻さむしろ<や>誠実に行っていると思いますねだからそれは協議会の目的に従わなければいけないんですよ。よね、でその目的は何かって言ったら特別区を設置するいうことなんです。 目的については実は規定されてないんですよ。特別区を設置することとが目的とは規約には書いいてないんです、うん、特別区設置に向けた、ね、取り組みをしていく中でどういう形がいいのかっていうことで意見を戦わせてるわけです、今。で 最終的にこれなら特別区が行けるというならば市民の皆さんに見せても恥ずかしくないわけでそれを今さら構成要因の話を持ち出してですね橋本さんもこれでいいですと言ったのを今からひっくり返すなんていうのはですねおかしいと僕は思いますよ。のそれならら最初から言っってほしいい法会会うのののもやっぱり議会の勢力の 反映でであるべきですよ、ねまあ、これ20人いて、えー、府知事市長そして府議会市議会の代表の方たち20人集まって、うんうん、基本的にはその議会の慣例であの議会の構成の勢力,、ね、勢力図の割合で出してはるんですよねそ,すそれぞれが。同意をしてその上であの皆さんが思うことを大阪都構想に対しておっしゃっていい協議、うん、会のはずだったというのが公明党や自民党のお二人の。 ご意見ですね。で、あの私が説明するのもなんですけれども、はい、あの大阪都構想というものは維新の会の方々は集権化、分権化、うん、そして民営化、うん、そしてそれを進めることによって出てきたお金で成長戦略をやるんだと、うん、そして東京一極集中に対抗するような大阪都を作るんだというふうにおっしゃってます。うん、あのそのスローガンは非常に魅力的であります。まあ、しかしながらその特別区設置協議会で何が議論されているかと言いますと、実は大阪市を解体するだけの まあ文献家の話しかされてないんですね。うん、ではいで、ところがその先ほどおっしゃった1000億という高価格には民営化の話も盛り込んでしまってます。すなわち、特別区を設置するだけの高果額っていうのはもっと少ないはずなんですね。しかもさらに言いますと、当初維新の会の方々は大阪市を8から9のあの特別自治区に分割するとおっしゃってて、中核市並みの30万人程度の、えー、自治体を作るんだというふうにおっしゃってたんですけども、これがどん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 ,どん変わってきましてね。あの8 1から9に分割するのが5つか7つになって、うん、でその最終的には5つの案というふうにおっしゃってますんですけども、うん、そうなりますと人口規模は50万から60万になるんです当初言ってた30万の倍になるんですね、うん、これで本当に当初大阪市が260万人で大きすぎて身近な行政ができないと言ってたその論点が本当にその50万60万の特別区で 達成できるのかということについてもっと議論しなければいけないんじゃないですかということを我々は今訴えております。はい、それが <laughs> あの維新の酒井さん、うん、これは法定協議会の議論としては認められない話なんでしょうかあのね、はい、<laughs> あのまず我々が8から9というふうに言ってた時の,その中核市並みっていうのはですね、はい、あの中核市まで至らなくてもいいというあの特別史とね 中核市の間ぐらいを実は想定してるこれはちょっと難しいんですけども、まあ、でところがね、あのー、その後公明党さんの指摘でこれははっきりしたんですけども、あのー、児童相談所というのが今すごく児童虐待なんかが多くて大切な存在ですよねでこれはね基礎自治体として絶対必要だとこうなったんですねそれだけじゃなくて、あのー、一時保護施設も 平成しましょうとこうなったんですよ。で、そうするとね、あのかなりやっぱりあの人口だとかあるいは財政力というのがないといかんのですよね。うん、ということになってきたら、大き出したサイズではちょっと上手い中いかへんなと。中格子よりもさらに上の権限を与えあのここへ認めていこうというふうになったんです。うん、で、そこの違いがね、今8から9と5の間になってるんですけども。 まあそのあたりは非常に分かりにくくてリスナーの方からもあの大阪都構想全然わけ分からへんという声が来てますね <laughs>、はい、それからあの二重行政の解消というのがもともとの目的やったんちゃうんですかという指摘もあるんですがです、ね、平野さん。うんまあ、あの二重行政といえばそれはもうどこもあるんですけども今はたまたま維新の,の首長さんが2人いるわけですけど2人で話し合ってあの無駄なものを 削ったらいいわけでね。あの単純に考えればですよ。で、これがあの。 あの本当に進んでるのかどうかというのはこの法廷協議会の進展を待たないとできないということもありえないしどこの,その例えば神戸私の住んでる神戸でも兵庫県と神戸市っていうのは二重行政を解消しようとどこも努めてるわけですよね少なくとも今のまあ地方自治の流れはもう大きにそれは動いてるわけですよ、うんうん。つまりそれはあの都構想を実現しなくても二重行政の解消というのはできるというのが。 できるといううふにそれとね私基本的にはですね二重行政とは何かということをきちっと抑えておかないといけなかったと思うんですよね。バブル期はお金が余ってましたからねそれぞれの自治体が競うように箱物を作ったわけですがここ10年20年は違いますのでそういう調整をしないと自治体として生き残っていけないわけですから調整するのはもう当たり前になってるんですよ。でさんが指摘しした成長戦略とての 現化っていうのはある程度理解はできるんだけどそれは全く今回示されていないんです示されていないですいないんです結局その成長に使うお金がねはい、出てこないということが財政シミュレーションでより明らかになってきたんですね、うん、ですからあの我々説教書、まあ先ほど民主党会派がですねあの説 継承作りをもうやめることも考えないといけないんちゃうかって言ってきた背景にはあの当初目的としたそういった効果が生まれないのであればこの議論いかがなものかという問題提起であるというふうに理解していただけたらいいと思うんです。ということはい、そういうふうなのをあの判断するために深掘りさせてくれということを言ってるんですよ維新の立場としては、はい、今、深掘りっていうのは例えば一夜にしてね。はあ で一夜にして例えば我々は5区で、えー、北区と中央区を分離すべきだと言ってるんですけどもあのその時にはあのそれぞれ5つの区ができますからこの区が一体どれぐらいこう財政がいるのかということをずーっとこう深掘りしていくんですね。でうそうするとねさらに精緻なもんができるんですよ。 でそれを前提にして次の成長戦略も検討していくんです。なるほど<で>あの酒井さんの言ってらっしゃることはあのまだ法定協議会でやりたいっていうふうに聞こえるんですが <laughs> です、ね、やれないって決めたのも維新の立場ですよねね月12日あ2月日日はは、ね、別なんです、ね、違うんでですす違うあれは、ね、その構成がね。 今のままだったら同じことを繰り返す,んですあ今のメンバーだったら先に進まないというのが維新の、はい、ということです。いうことでそれを問いたいという選挙なんですよ。じゃあコマーシャルを挟みましてお三人にまだまだ語っていただきます。 報道するラジオ、えー、後半のテーマ市長辞職でこれからどうなるでございます、えー。今日はお三方に来ていただいております大阪維新の会大阪市会議員団団,団長の酒井義和さん、そして公明党大阪市会議員団副幹事長の辻義孝さん、自民党大阪市会議員団幹事長の柳本明さんでございます。えー、お三人に引き続き伺いますけれども、あのまずはですね今日平野さん、はいえー、新たな情報が 入りまして、はい、この橋本市長の辞職に伴う大阪市長選挙に共産党も独自候補を擁立しないというふうに表明をいたしまして、うん、これは結局維新の会以外の野党はすべて対抗馬は立てないということで一致したとというこ共産党の、ね、本部の方はあは選挙やるべきだということだったんですけどやっぱり地元の市議団があ、まあ、そういう強く今出すべきじゃないということで。 えー、押し切ったんですよね地元の市議団の考えは出すべきじゃないと。うんうんまあ、統制拡大でね東京都はもうあの都議選の結果みたいのもん出したかったんでしょうけどもあのやっぱり地元の今。あ 野党,野党というかその自民あの公明党足並みを揃えるということなんでしょうね,、うん、ね大阪の地元ではそうした共産党の判断が下されました、うん、これについてですけどもねこの野党が対抗馬を立てないということに対して、えー、ペンネーム「しげやん」という方がですね、うんあのー、今、えー、メールで聞いてくれはりましたけども、あのー、対抗馬を立てない野党には筋が通らないんちゃいますかと。 このご意見いかがでしょうか自民党の柳本さんあのおっしゃる意味はよくわかりますすごいす,すごくイレギュラーなことであるというふうに思いますしかしながら橋本さんが辞職会見にねこういうことをおっしゃったんですよ、はい、あのまた行き詰まったらまた選挙しますっておっしゃったんですね二 <laughs> 回三回やるっておっしゃったんですね <laughs> <ー>で一体どこまでお付き合いせなあかんのかなというふうに思うんですがそれと合わせてまああの我々も含めて法廷協議会のねメンバーの中でえっ、ー、と府議会の花屋幹事長が自民党の花屋幹事長から非常にわかりやすい表現をされたんですけれども、うん、今私たちは 法定教育会というリングの上で 論戦を戦わせているんですが橋本さんは突如としてそのリンゴを勝手に折り張ってね一人で土俵を作り張ったんですでこっち来いこっち来い言うてはるんですけどもそのそれが市長選という新たな土俵を作ったんじゃないか今までの法廷協理会の試合はまだ続いてたはずだっいう考えですねそのリンゴを勝手に折りられてね自分で土俵を作られてこっち来い言われてもですねなぜ行かなければいけないんですかというのが我々の主張ですなるほどコーラル三号さんという方はねやっぱり橋 橋本さんの求心力が低下したと言われている今でも選挙で戦えば橋本さんが勝つまあ相手が負けると思ってるからあの逃げてるように見えますけどっていうご意見もあるんですよ。これはコメントの辻さんいかかがですか あのいわゆる争点なき選挙を、ねうん、この時期にやる意味が本当にわからないのと市民生活への支障がある時期ですよね予算の関係がありますからね結局、骨格予算しかこの時期通すことができなくて、はい、橋本さんがやりたかった成長戦略に関わるような予算が通らないんですよね、うん、なかなかええ先延ばしになってしまって、うんえー、だからむしろ、えー、今回不同意にしましたので26日までは市長なんですよ。はい はい。ですからその市長の間に撤回することだって可能なんです。撤回というのは辞職の撤回です。あ,、うん、あ,あやめませんと。はい。そうなると六億三千万円のですね<う>選挙費用かからないわけですよ、ね。六、はい、億円。 以上かかるんです,ねんですよね満月さんという方はえー、6億円使うなんて無駄遣いじゃないですかってご意見ですやっぱり市民のね負託をダブル選挙で受けて4年間やると彼は決めたわけです、うん、たとえ都構想ができなくても4年の任期は全うすると言ったんですよ、うん、それはみんな覚えてますよ、はい、ところが法廷協という場で何の一言もですね異論を唱えずに そのリングから去ってですね外で外野でやややや言ってもそれは市民は怒りますよ6億円あのいろんなものをねやっぱり削らざるを得なくて財政規律をきちっとし,たしなければいけなかったからそこで泣いてる人もいてるんです、はい、でも、えー、身を切る改革ということで痛み分けをしてきたわけですよそれを一気に6億円使うというねことはやっぱり あの振り返ってみて、自分がやってきたことを振り返ってみてね、ね市民の負託に応える選択をまだできると僕は思ってます維新の酒井さんは、はい、この対抗馬が立たない状況というのは、どう見ていらっしゃいますかいやどうしてお逃げになるんかなという、やっぱり市民の方にはね、あの選択というのをお与えしないとね、あの政治家いうのはだめだと思うんですよで。自分たちは反対してるんですから で橋本さんをそれだけ批判してるんですからね批判するんであればそれは対抗棒を出してで彼の首を取りに行くべきですよそれもやらないっていうのは潔くないやっぱり先輩っていうのはね絶対政治の世界ではやってはならないと私は思いますね坂井さんあの,んんあの足元のですね石原前都知事がですね、えー、市長選をしても結果は同じだと具体的なあイメージができてないんで えー、市民から理解得られてないと、もう足元から井の内部であし、あのー、石原さんみたいな批判が出てるんですけど、どうなんですか、うん、あの僕は石原さんと話したことはないんで、ええあの、そのシーンはよく分かりませんけども、うんあの、おそらく表面的なことしかご存知なかったんかなと思います、ねうん、ただ、まあ、このままししても有力太太鼓場でなかったら もし橋元さんが勝っても結果は同じです何の状況も変わらない,、ね、いつまり市議会の構成比率は変わりませんよねそれは石原さんも指摘してらっしゃったところですよね。でそれで市長が、まあうん、再選されたとしても、うん、何か議会は変わるんですか政治家である以上ねその投票結果についてね、はい、あのきっちりとこう受けを取りができないような人はね 政治家ととしては失格だと思うんですよねあの例えばねあの我々は維新の会を立ち上げましたで、えー、福島区で補欠選挙をやりました、ええ、であそこで圧勝したんですね、うん、でそれを見てねやっぱり政治家の人であのこれは民意はこうなんだろうということで維新の,の会に入ってくれた人がたくさん出たんですね、はい、<laughs> 私は最初は一人でやりましたけども。 あのたくさんの方がやっぱ張っていただいた、それがね。やっぱり民意を気にしなければいけない政治家の役割だと思うんですよ。えということは、もし橋本さんが語れて、まあ再選されたら。あの自民党の柳本さんや公明党の辻さんたちは。今とは違うように、意見変え張るってこと。ですか全く。変えませんね。変わることはないと思います。あ辻さんも柳本さんも変わることはないと思います。おっしゃいますま。ないです。ないです。こうおっしゃってますが、維新の坂井さん。 あのそれはね政治家ではないと思います政治家ではないが <laughs> た、ね、そうおっしゃるのであれば今の議会の議論の状況を、ねはい、これも一つの民意なわけですから、うん、それを無視して選挙戦をされるということこそがですね議会制民主主義を否定する政治家らしからぬ行動だと私は思いいます、えー、コメントの辻さんいかがですかあの例えばゲームをやっていてね、はい、僕が負けてるからこのゲームのルールはおかしいと。 投げ返すやつはどうなりますかね <laughs> 普通寄せてもらえませんよね<ー>そういう状況になってるんですよゲームの場あの闘技を戦うそばは法廷協であって、うん、市長と知事そして議会から推薦をされたメンバーで構成される法廷協議会ですねここが二元代表制なんですよ、はい、市長が何回出直してきても議会は変わりませんそう,かそうです議会は議会の選挙によって構成が変わるんです、うんうん、その辺のところが 彼の場合はこの二元代表制を否定していますからだから一元化されたことを言うんだけども、はい、地方自治法上は非常に問題のあるる発言だと思いいます、うん、勘違いをしておられる地方自治というのは首長さんもいて議員さんたちもいて、はい、それで成り立っていると両方の意見あってのという意味ですよね。でであのー、橋本さんはですね、うんえー、今回争点としてこの法廷 協議会のメンバーを入れ替えるというのも争点だとおっしゃってますね。法定協議会2十人にあります。うんうん、で辻、コメントの辻さんも自民党の柳本さんも今日来てくださってるお二人も。うん、まあ、そのメンバーだし、維新の坂本さんもそうなんですけども。この人たちを入れ替えるのは、結局どういうことですか。維新のメンバーを増やすってことですか。それはできないですよ。コメンの辻さん。うん、まず罷免権がないんです。誰も持ってない。 一人一人が辞職願いを出すしかないんですよ辻さん辞職はしません絶対しませんしません絶対しませんねはあ、そうしたら非免権がないから橋本さんが綿棒入れ替えるって言ったの不可能です不可能ですかそれもありますしあのま不議会議員であの維新から出た人がいるんですよね除名された人この人たちを味方につけなければこの法廷教育会の 選挙の,あのメンバーの入れ替えというのはもうあ<ー>あの多数。 工作をききちんんととととしないとできないいでですよもも維新だったけれども、うん、維新からまあ出された方々が4人で出たわけですね。まあ出ことで毎日新聞の取材ではね、はい、この4人の方々はもうその同調しないと維新には、ね、維新には同調しないというようなことを一部の方はもうおっしゃってるんですよ<ー>ですからこれはなかなか見込みがないと思いますよ多数は工作は維新の酒井さん法廷協議会のメンバー入れ替えの見込みはないとい。 という見方もありますが。不議会でですか。ええ、あ、それは我々はあると睨んでるからやるんです。<laughs> いやあのまあ今のところ。ことです。<laughs> はいコメントの時市長選ですよ。はい。風と違うんですよ。なんで市長選かって風の構成員を変えれるんですか。<laughs> うん、さあもう一見行為も花だしいでしょ。 それとかつ、ね、言わせていただきたいのは2月3日、辞職会見を大々的にされました、あの私は橋本さんがその時にね、うん、あに大義として法定協議会のメンバーを変えるということをおっしゃったのであれば、ねうん、まだそういう強い思いで辞職されたのかなと理解できるところもあったかもしれませんけども実はこの法定協議会のメンバーを変えるとおっしゃったのは、うん、辞職会見をした後に、うん、選挙しても議会の構成も法定協議会の構成も変わらないじゃないんですかとマスコミの方が。 方から散々言われてそれれでこれはいかんなと思ってですねその後に言われたことがありですね。うん、そういうことを考えると状況を見るとですねまさにこの選挙戦大義がないというか、うん、何のためにやろうとしているのか後付け後付けで現状を見定めながらコロコロ言うことを変わる橋本さんに。 ついていくことはできないなとあのこの辞職を認めて選挙戦するのは本当に無駄だなというふうに感じてますはいラジオネームたぬきわんわんさんという方が質問してくださっております公明党の辻さんに聞きたいんですけどっておっしゃってるんです、はい、橋本さんは、えー、選挙で公明党に協力するから大阪都構想にまあ見返りに協力してもらうという,う この方密約ってて書いてます <laughs> あの密約があったのにそれを公明党が破ったというふうにおっしゃっておりますがこれについての公明党の見解をよろしくお願いしますと言ってくださいました。はい全く 事実無根です。二千十二年の、えー、公明党大阪府本部の年賀会というのがあったんですよ。はい、その時に橋本市長と松井知事が出席をして、祝辞を述べておられます。うん、これはユーチューブでもアップされてますので、皆さん<ー>検索してみてください。公明党大阪府本部で出てきます。はい、橋本さんは生かすも殺すも、公明党の大阪市会議員さんにかかっています。私のとい,いうふうにおっしゃいました。はい、で、これまで市長選も大変だったと。 通してていいただいて市会運営はどうかというと公明党さんに非常にご協力をいただいている、うん、ひいては衆議院選においてしっかり応援させていただくとあの方から言われたことですまず一時はどうかというとその後のぶら下がりの会見の中で,です、ねうん、山口さんからあ法,法案作成について、えー、力強い言葉をいただいたと、うんえー、国会が始まればその法案作成の見極めをして、えー、しっかりできるということになれば 私どもとしてしっかり衆院選を応援させていただくとこれも松井さんからおっしゃったことなんです、はあ、山口代表つまり今国の中央の方でどんどん都構想の法案についてやってもらえるんだったら選挙で応援しますよと松井さんがおっしゃったそうです私たちはも反対にびっくりしましたよ <laughs> えっ、ー、と思って自民党さんとずっと連携をしてますからそれでもいいんかなと思ったわけですけれども、うん、先ほど言いましたように、まあ、大阪がグローバル社会の中で競争力を発揮することやったらとにかくまあ研ををしてみよう研究をしててててみみみよよようううう究作っっとというこででやってきたわけです、はい、それの見返りとして衆議院選を応援すると公の場で記者に質問されておっしゃってるので密約でも何でもありません。はい まあ、一体はないは、まあ、ともかく、その。例えば、衆議院選挙の小選挙区にですね、公明党の。に、刺客を出すぐらいのことまで言いましたね。橋本さん。びっくりしましたね。これはいかがですか。これから市長選出る人が言うことでしょうか。<laughs> いや、まあ、一応、国政。 政党の共同代表です公明の選挙そうですね公明のの選挙で立候補する松井さんも出るっておっしゃってましたよねこれはあの維新のはい坂井さんいかがですかこのライフワークにするとまで橋本さんおっしゃった言葉もあるんですけどどうでしょうか今出席してる我々はね当事者ではないんですよどういう意味ですかあのこれをこう話をされたっていうのは 公明党の副代表の白浜さんと、はあうん、それからおそらく小澤さんも一緒やったよね、はい、であとあの我々の維新の方では橋本代表と松井幹事長が入って、はいはい、でいろんな話をした結果こういうことですということであの公明党との約束はこういうことです,ですというのがう酒井さんたちに来たん、ね、その内容は、はい、あのやっぱりこうあのいろんなこう なんというか表出す分と出せない分もありますから、はい、だからその辺のところは我々には分からないんですよ。出せなないい分はないと今公明党の辻さんは手を振ってらっしゃいますあのただ平成24年のね9月8日の産経新聞を見ていただいたら分かるんです。<laughs> でこれ読売新聞もそうなんですけども、はい、あのそこではっきりとこう都構想実現に協力していくという姿勢を。 えー、白浜ささんが示されたといいう,うに書いてあるんです都、うん、構想実現に協力していくという言葉の意味は、うん、どこまでの約束をしていたのか、うん、橋本さんは住民投票までさせてもらえるように公明党が協力してくれるんだと思っていたという。 内容の発言なさっております、ね、コメントの事さん、いかがですかえとその新年年賀会その年のですね、はい、新年年賀会でそういうふうに応援していただけるというお話が出ました、うん、で法案作成についてはみんなの党が突出してたんですけども、うん、なかなかそれでは進まんやろうとで自民党さん民主党さんのねご意見も取り入れた形でやらなあかんのちゃいますかということで住民投票を提案したのはうちなんですよ。 公明党が提案をして議会だけで暴走してしまった時に、うん、あの住民の皆さんの最終的な、ね、チェックがいるということで入れたので住民投票まではではなくて住民投票が必要だとというこなんかすっ飛ばして住民投票で決まるみたいな言い方を橋本さんはされるんだけどその前に議会があるんですよ、うん、議会の議決があるんですよ。うんはあ うう議会の議決はもちろん賛成してもらえると橋本さんは思っていらした。それはそうでしょう。の,の,のでも私あのちょっと横から、ね、解説してもらいますか？見てて思うんですけども。<laughs> はい 住民投票確かに最終的にあの重要なあのハードルだというふうに思いますけれども、はい、その住民投票まで約束したっていう話もありますけれども、どんな設計図ができるかもわからないのに、うん、とりあえず住民投票まで行くのを賛成しますわっていうことはね、うん、ちょっとないのかなと思、橋本さんはその時の年賀会でもおっしゃってました、はい、何でもかんでも認めてくれとは言いませんと、大きな方向性、<ー>大きな方向性って、何時か言ったら、同習なんですよ。 同州制にに向かって公明党さんと一緒にやりましょう、うん、その時は都構想なんんてて解消ししたたっっっいいとまでおっしゃったんでおゃす<ー>だからすごい決意だなと僕らは見ていてね、はい、この日本を本当に変えようと彼は思ってると思っていたのにもかかわらず、うん、この単なる特別区設置に共愛化された賠償化された、うん、ここにこだわって4つから1つにこだわって何とも小さいものになったなと非常に残念に思いますし。 もう密約なんてさらさらないしですねそれは法案ができたんだから <laughs> さあ,あの時おっしゃってたね衆議院選の応援っていうのはどうでしょうかねと聞くのは当たり前じゃないですかわ、はい、かりましたと、うん、そうしたら6選挙区ね、えー、うちは出しませんからということで、うん、あそうですかというお話だったんです、うん、どこが密約なんでしょうね新年からその9月までの間にきちっと私たちは約束を果たしております 果たした上で衆院選の応援をしていただいた、それで終わってるんですよもうすでにあーーや約束したことを果たす期間もう終わっている、はい、選挙の中で終わっているんですよねそうしかもでもね、はい、それで終わったとするのは申し訳ないので都構想の協議にはしっかり参加をさせていただいて、うん、都構想なるものを作っていきましょうと、うん、実は都構想というのは橋本さんが言われるように賛否を論じれる段階では実はないんですだってないんだもん、はい、都構想は、はあはあ だから今設計を法廷協議会で自民党さんも民主党さんも共産党さんも含めてやってるんです。それを潰したのは一体誰ですかって私は問いたいです。坂井さん、あのまあ、今お聞きして,て、うんはいてかつての盟友とも言っていい公明党さんからですね、これだけ厳しい声が飛んでしまうという、まあ、橋本さんのこれまでの言動のね まあ、いわゆる政治家としての,その資質の至らなさみたいなものはどうしてもあの見てて感じるんですよ、その辺真摯にです、ね、あのこれまでその、まあ、説得して同意を得るということを地道に橋本さん、かかけてたんじゃないです維新の坂井さん、いかがですかあの、ね、あの橋本さんいう方は、ねえー、あの接していただいたら分かりますけどもあの審議というのはすごく重んずるんですよね。 です、うん、でそれがまあ彼のいいとこですよね。でただまあ,あの彼も言ってますように「あのまあ、おぼくかった」というふうに言われたらおぼくかったんかなというだからそ,の辺のそれが。騙されたっていう感じですかそののその日本語の意味で言うとおぼくかったっていうのは。は当事者ではないから 評論家的になってしまってる。まあ、堺さんであっても当事者ではないですか。あ,ねすね、のあの、市会議員団の団長でいらっしゃいますけど。堺さ,さんから見たら、うん、だつまり。ここには出席してないですから。あ、その場には。はい、ただ、橋本さんが、まあ、こん、今回かなり公明党批判はなさいましたよね。 あのー、人の道みたいな話言葉も使われましたよそういうことに対して酒井さんは本間のとこを横で見たってどうなんですかあ私は、ね、いろんなことを聞いてますから彼がやっぱりそこまで言わなければいけないような状況だったんだというのはよくわかりますようんただまあそれは今日は言いませんけども言うて頂い,いた方がいいと思いますけどそれは本人に聞いてください。 それのがいいですつまり表には、はい、あの出せないけれどもやっぱり全部喋ったらそらだまされたという被害者意識を橋本さんが持ってもおかしくないと酒井さんが感じるっていうふうに今受け取ってよろしいですか。まああのこうニュアンスの問題もあるけれども我々としてはとにかく今回、ね、公明党を支持しておられる方にも。うん あのきっちりとこうご説明して、はい、でその指示も得ていきたいというふうに思ってますんでね、うん、だから、市会議員、府会議員全員がね、ええ、あの説明に回ろうって言ってるんです。 だから選挙戦というのは、公明党の皆さんにですね。公明党も自民党も、民主党も、はな何をどういう趣旨で説明なさろうと思われるんですか。で都構想をやりたいということの説明をしていくんですよ。都構想やりたいのつ自民党や来訪とさ、今やもうその都構想の何たるかがもう崩れてしまっている状況なんですね。だから何を説明されるのかが私ちょっと理解できないです。それは我々説明していきますから。 あの別にそんな心配してもらんもらでで結構ですこれ問題はね、うんうん、あのとこの法提供で何をやるかって言ったらね、はい、その7項目あるんですよ、はい、で7項目の何一つとしてね決めていこうという態度がないんですよ、これ今のメンバーの方たちにはない、はい、だからメンバーを変えたいというのがなそ、それが正常化するいうことなんで、<し>法律にも基づいた。 法提供にするということつまり今の法提供のあり方法律に違反しているというお考えですけどそう,すそ,うすそうは思いませんやにぎもつさん自民党のそうは思いませんね、公明党の,党の辻さんは全くそんなことないですよ非常に活発に意見を出しねあの役人丸のみではなくてきちっとポイントを押さえて質疑しているのはむしろうちもそうですけれども自民党さんであり民主党さんであり共産党さんでありね維新さんの方はあのいわゆる ケアレスミスミのチェックもできてないんですよもうびっくりするぐらいのケアレスミスがありましてねいわゆる特別区が成り立つための補填財源が900億ありますとおっしゃるんですよでもきちっと一つ一つ大兆出してくださいということでチェックをしたらもういきなり半分になっちゃったんですよ。うん、それはおかししいでしょうということで全部チェックしてくださいとチェック必要ないですっておっしゃるんですよ。 それで本ではあの特別区が成り立つんですか財政財財政上。そしたら橋本さんが手あげてねすいませんと僕のミスですっておっしゃったんですよ。うんうん、で契約安財局で、ね、しっかりあの注意をしてねやり直させますとおっしゃったんだけれどもうん、うん、大統領府からはまだ返事が来ません。来てないんですね。これ時間がですねうん、うん、もうあの残りわずかになりました。最後の質問一言ずつおっしゃっていただきたいんですけどあのえまずはじゃあコメントの辻さんからですね。えー 橋本さんに一言今おっしゃるとしたらどういうメッセージでしょう市長としてですねしっかり責務を果たすということに立ち返ってもらいたいと思いますえ今日の不動意で時間的猶予はあります、えー、橋本さんと一緒に作ってきた、えー、施策もあります、えー、うちの、えー、アイデアを取り入れてくれた部分もたくさんありました まあ今回のいきさつにおいては非常にじくじたるものも感じてますけれども市民、府民のためっていうのが政治家の大事な大事なポイントであって党利党略では決してないと僕は思います。はい、絶対にににしてはいいけない、うん、もうすでに この都構想というのは行政マターになってますから市のトップとして強次ある対応していただきたいと思っておりますはい。自民党の柳本さんすみません短くお願います、はい、今日酒井団長の話を聞いてたらね <laughs>、はい、もう本当に都構想の説明を維新の会の方々がするための 6, 円6億円の拒否を当時ての選挙なのかなというふうに感じる状態ですむしろ我々はこういったまあ出前、えー、法提供ともいえるですねこういった議論の場をどんどんあの活用して、えー、と市民の理解を得れるように頑張りたいと思います維新の会の酒井さん一言一言ですか はい、あの要は、この法提供をですね正常化しないと都構想に進んでいけないんです、ね、なるほど、そこのところは今日何度かお話しくださいましたよね、うん、それをね、はいあの、正常化するために、はい、あの訴えていきますし、はい、私たちは、その他の政党が立てないというのであればね、それは自分たちの説明をきっちりやっていくと。 いうふうになります、はい、大阪維新の会坂井義和さん公明党辻義孝さん自民党柳本明さんおさ議院どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました